ヘブル人への手紙第十回第三の警告その二信仰の停滞への処方箋ヘブル人への手紙六章一節から八節ですから私たちはキリストについての処方の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか死んだ行いからの改心 神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、とこしえの裁きなど基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば、私たちはそうすべきです。一度光を受けて、天からのたまものの味を知り、 精霊に預かるものとなり神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上でしかも堕落してしまうならばそういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて地辱を与える人たちだからです土地は その上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし、茨やアザミなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。 はい、皆さんおはようございます,います今日のタイトルをご覧ください「ヘブル人への手紙第10回第3の警告その2信仰の停滞への処方箋読んでいただいた箇所がヘブル6章1節から8節ですヘブル人への手紙もはや6章に入ってまいりました今日は10回目であります 皆さんは YS11 という飛行機に乗ったことがありますか聞いたことがありますか ?YS11 というあるいは YS11 とかね YS11 とかいう言い方もしますけれども乗った記憶のある方は手を挙げてください。大体こう見渡すと少し年齢が。 上の方、また結構仕事で動き回る方が今手を挙げてくださいましたねあの日本は戦後 GHQ から航空産業を取り上げられたという経緯がありますですから技術の発展がそこででストップしたんですで。この YS11 っていうのは国産ジェット機まあ総発だからプロペラもついてるんですけども あの非常に優秀な飛行機だという評価がありましたそして一時期盛んに日本の空を飛んでいた時期があったんです私はたびたび YS1111 のお世話になっていました大学を出まして最初の2年間愛媛県の松山で勤務をしていました大阪と松山の間を飛行機で 生き生きするまあ出張ですねそれがたびたびあったわけですね実はこの松山に近づくと非常にね気流が悪くなることがあるんです、まあ、地形的なもんでしょうねしかもその気流が悪くなった場合は極端に悪くなるんです恐ろしい経験をしたことがあるまあこの松山沖で飛行機が墜落して全員死亡したという大変な悲劇が あったことも何人かの方覚えておられるかもしれませんが私が松山勤務になる数年前にそれが起こったわけですねそういう記憶もあって乗ってるわけですまあ、今まで飛行機どれぐらい乗ったか数分かりませんけれどもその YS11 に乗った時の記憶だけは忘れることができませんあのよくエレベーターとかブランコとか苦手な方いるでしょう ヒューっていって,言って体がひなんかもう寒気がするようなでその時の飛行機は5メー,ター、1 0ー、平気でダウンするんですこんなですもうヒューヒューヒューカタ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 これねしかもなかなかね着陸しないで30分ぐらい旋回してるんですよもうタイミングを狙ってたんですかねわかりませんけども一番 恐ろしかったのは機長が何回も揺れてますが安全には影響ありませんって1回で終わればいいのに何回も言うんですよ言うたびに不安になってきてね飛行機の旅っていうのは揺れるとエンジョイできないですね最近のジャンボジェット大型になるとね多少揺れてもガタガタガタって言ってコーヒーがこぼれるのを注意するぐらいのことですけどもなんでこんな話をしているか。 あるクリスチャンの人はまるで乱気流の YS11 に乗ってるような感じですね。落ちるかもしれない。ということはそんなことしてたらあなた滅びるよって言われて滅びないように一生懸命頑張ってる姿それが本当に正しいクリスチャン生活なのかどうかということを今日は決着をつけたいと思います。まあ大げさな言い方しましたね。 皆さんはクリスチャン生活を安心して飛行機に乗っているような状態ですかそれとも乱気流の中をアップダウンしながら墜落を恐れてますかさあ、そのことをイメージしながら今日の話に入っていきましょう。いつものようにこの手紙が書かれた理由を確認しますね。この手紙は信仰が後退しつつあった第二世代の ユダヤ人信者のたた。ためめに書かれまました彼彼ららを励ますためです。で彼らは信仰が後退しつつあったわけですね元の信仰ユダヤ教に戻ろうという可能性を考えていたまだ戻ってるわけじゃないんですよ戻ろうかなあのふるさとへ帰ろうかな <laughs> ここにとどまろうかなってこう 考えてるわけですねなぜかというと迫害がすごかったのしかも間違った恐竜に直面して実はユダヤ教の方が良かったんじゃないかという気持ちに今なりつつあるわけですね。ですからこの手紙を書いた人は非常に牧会的牧師が信徒を導くようにまた実践的にどうすればいいかということを教えてるわけですね。 で彼らが元いたユダヤ教またもう一度そこへ戻っていこうとしているこのユダヤ教っていうのは実は三本柱がありまして一つが天使の重視です天使ですねつ目はモーセあるいは妄政の立法三つ目が祭祀制度レビ的祭祀この三つがユダヤ教の三本柱なんです。ですからこの手紙の著者は皆さんが戻っていこうとしているユダヤ教の三本柱よりも イエス・キリストの方が勝ってるよっていうことを一つ一つ丁寧に証明していってるわけです。ミコは天使に勝るお方である。これはもう証明されました。決着しました。二番目にミコはモーセに勝るお方である。これも決着しました。今三番目に来てるんです。ミコは大祭司アロンに勝るお方である。その説明をしている中で、 メルキゼゼクの位に等しいい大祭司という言葉が出てきたんです。メルキゼゼクのような大祭司。そこに行った時に著者は話の途中なんだけどいやこれはちょっと難しすぎる読者にはまだこのテーマを理解する力がないというのを判断してそして先に進まないで中断してそこで警告の言葉を語り始めたわけです。 それが第3の警告という部分なんです。前回は第3の警告をいくつかに分けて第1番目を取り上げました。それが信仰の停滞に対する警告でした。今日はその続きなんです。第3の警告の2番目で、これは信仰の停滞への処方箋です。で今日取り上げる箇所は、 聖書の中で最も論争が激しい箇所の一つです間違いなくこの箇所ほど議論をすると難しい箇所はないと思います、うん、そこで今日はイントロダクションが普段よりも長く続きますまだイントロダクションです難解な聖書の箇所に触れたときにどうやってそれを解釈するかということなんだけども 解釈学の原則を意識し、意識しながら解釈を行う必要があります。で、具体的にはここではどういう原則を考えたらいいのか3つ申し上げますね。まずね、文脈ですが、ヘブル書全体の文脈を考える必要があります。ヘブル書全体がどういう文脈で流れているのか、それは冒頭申し上げました。読者は誰ですか？何人ですか？ ユダヤ人彼らは求道者ですか救われてるんですか救われてるこれ重要なポイントなんですユダヤ人なんだすでに救われてるんだ彼らは迫害に遭ってましたか遭ってたその結果どう考えてましたかもう一度ユダヤ教に帰ろうでその先もう一言ユダヤ教に回帰して迫害がなくなったらもう一回死に直せばいいと考えてるわけですいいですか こここのとととを理解してておくことはとっても大事なんです。ユダヤ教に戻ろうでも迫害が去ったらもう一回信じたらいいじゃないかと考えているわけですこれがヘブリ書全体の文脈ですもう一つは直前直後の文脈っていうのがあるんですヘブリ書全体の文脈って長いでしょうこれ直前直後の文脈ってこれは英語ではね「イミディアット,コト・トコンテクスト」ってうんですイメディアット・コンテクスト で第3の警告は5章11節から始まってるんですですから直前直後の文脈っていうのは内容は何かというと信仰のの停滞への警告なんです。つまり前進しないならいつまでも霊的な幼子の状態にとどまるよということです。クリシャンになって20年経ってても前進しないならば救われたての人と同じだよということですね。これが直前直後の文脈なんです。 3番目に難しい聖句に出会った時は聖書は聖書によって解釈するという原則を適用する必要があります。これを適用するとどうなるのか大前提として聖書に矛盾はないというのがポイントです。聖書に矛盾はない。まあ進学者というのはあるいは説教者というのは私も含めて時間とともに理解が深まってきます。 で昔こう言っていたけども聖書の理解が深まって今考えてみるとそれはそうじゃなくてこういうふうに改正した方が正しいなっていうところが時々出てくるわけですね。で一番あの僕はメッセージも全部録音してアップしてます。またクレイも文章に残してます。まあ、時々ね あの昔のメッセージを聞いたり昔書いたことを読んだりして、えー、今だったらこう書かないなと思うことがあるわけですね。そそれははは人が説していいるからでですす聖書にはそういうのはないんですあなた聖書私のと違うね何年前の使ってんの <laughs> いや20年前に買ったの違うよ聖書のここはね改訂されてるんだよということはないんです。 聖書は訳は改定されます。だけど原本が時間とともに改善されるということはありえないわけです。聖書の教えは普遍であり矛盾がないんです。人の教えとは違うんです。ですから難解な聖句に出会った時は聖書を読んで他の圧倒的に明快な箇所と調和するように解釈するのが正しいんです。 他の箇所がこう言ってるのにその箇所だけは別のことを言ってるように見えた時はどこかに解釈の解決法があるはずなんです。それをを今日は意識ししてて解説いいいきたいと思いますつまりヘブリ書全体の文脈それから直前直後の文脈それから聖書の他の箇所を参考にしながら解釈をするこの3つをベースに今日解き明かしをしたいと思います。 さあ今日のアウトラインです。はい、1番目信仰の停滞への処方箋これが1節から3節2番目前進し,、ね、しないことの危険性これが4節から8節ですねで最後今日の着地点を見てください今日は信仰による救いを保障する聖句これ最後にいくつかの聖句をバーッと上げますこれによって 安定したクリスチャン生活を安定した飛行、ね、安心した飛行機に乗ってクリスチャン生活ができるんだということを確認したいと思いますではアウトラインに戻ってくださいじゃあ1と2ご一緒に読みましょう1番目信仰の停滞への処方箋2番目前進しないことの危険性 今日はこれに基づいてお話をし,していきます。さあ、少しイントロダクションが長くなりましたが、これで本論に入りたいと思います。ご準備よろしいでしょうか。はい、いきますよ。Are you ready? Yes, we are. はい、ありがとうございます。じゃあ、いきましょう。信仰の停滞への処方箋。はい、一節の A を見てみましょう。はい、ご一緒に。 ですから、私たちは、キリストについての処方の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。はい。ですから、とあります。これは、前にあったことと、これから言うことと結びつけている言葉です。ということは、前にあったことって何かと、五章の十一から十四でした。前回学んだ内容です。そこでは、何が教えられたか。霊的な 幼子の状態から抜け出し霊的成熟を目指して進むべきだということが教えられたわけです同時に彼らに必要なのは知識ではなくて知っていることを実行に移すことであるつまり実行していないことが幼子状態にとどまっているということなんだということが確認できました でそれを受けて次何をしたらいいのか次「キリストについての処方の教え」を後にしてとあります。キリストについての処方の教えつまりこれはキリスト教の ABC です。一番処方の段階の教えこれはもう決着つけようよって言うんですね。それはもう決着つけてそれは乗り越えてそれは突破してで霊的成熟を目指して進もうと 彼は教えてるわけです。これ分かるよねいつまでも信仰の ABC にこだわってつまずいててどうすんのよもう卒業でしょっていうことなんだけど皆さんはこの初法の教え信仰の ABC っていうのはどういう内容だと思いますか今からそれが出てくるんです。1節の B から2節。6つ出てきますそれは私たちが考えている 信仰の A.B.C とは相当内容が異なります。六つ出てくるんだけど、よく見てみるとこれは二つのものが三セットあるんです。二つの似たようなことが三セットあるわけです,ですから6、六つ私は解説しますが、一 A 一 B 二 A 二 B 三 A 三 B という形で解説をしていきたいと思います。では。 信仰の ABC、6つのものとは何か、1節 B から2節見てみましょう。はい。死んだ行いからの改心。これが 1A です。それから、神に対する信仰。これが 1B です。次、清めの洗いについての教え。これが 2A。それから、手を置く儀式。これが 2B。それから、死者の復活。3A。 それから、とこしの裁き、3B です。これらのことを基礎的なことと呼んでるわけです、ね、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょうというわけですではこの6つのものが具体的に何を指しているのかということを今から見ていきましょう1 a 何でした死んんだ行いからの戒心。皆さんは、これ何 でまだクリスチャンになりたての人あるいは求道者の人が聞いたらどのようにお答えになりますか?「死んだ行いからの改心は信仰の ABC だからねもうそれは卒業しようよね」って言ったら何のことを言ってると思う難しいよね。ヒントははね読者は誰 ユダヤ人なんだ。ユダヤ人にとって死んだ行いからの改心が何を意味しているかということをイメージしなきゃいけない。これは、口語訳では死んだ行いの悔い改めと言っているんです。死んだ行いの悔い改め、死んだ行いからの改心、どちらもちょっとわかりにくい。英語の聖書、例えばアメリカンスタンダードバージョン ASV では、Repentance from dead works dead と言ってるんですだからある行いが死んでるんだよ。意味がないんだよ。で、それはもうやめたっていうのが死んだ行いからの改心だよ。ただ、やっても意味がないことはもうやめようねって言ってるわけです。何のことだと思うクデン立法、レビ的詐欺体系つまり、モーセの立法に従って、 犠牲の動物を捧げるそれにさまざまな教えがくっついてきた九天立法そういったものは無意味だイエス・キリストが十字架に死んでただ一度限り永遠の犠牲を捧げてくださって以降はレビ的祭儀体系は無意味になったんだだからそれを実行してもそれは死んだ行いなんだよねそのことを理解したでしょ それ信仰の ABC だよねもう終わりだよと言ってるわけですねだからユダヤ教に帰っていくっていうのはまたそこに戻るわけでしょもうそれはマスターしたはずじゃないの次 1B は何ですか神に対する信仰人は恵みによって信仰によってのみ救われるわけですそのことを体験したんだよね 彼らは改心する過程においてキリストに信頼を置いたんでしょうそれは一度限りの決断だったはずじゃないなのに神に対する信仰から離れてもう一度死んだ行いに戻っていこうとしているそれおかしいだろうそれ信仰の ABC だったじゃないと著者は言ってるわけですねじゃあ次。 先に言っていいですか2番目2番の A2 の A は何でしょう清めの洗いについての教えはい清めの洗いっていうと何でしょうかここも読者は何人ユダヤ人だということを思い出す必要があるもう一つ大事なのはここは清めの洗いっていうのは複数形になってるんです ということは、クリスチャンがイエス・キリストの名によって行う洗礼だけだと単数形だよね。複数形になってるっていうのは、それ以外のものも含むわけだよね。でクリスチャンの洗礼も含む可能性もある。そうすると、新教堂役は主従の洗礼についての教えって言ってるんだけど、これはユダヤ教の水の洗いのことだよ。ただ、 ユダヤ人たちが知っていた水の洗いっていうのは何かというと例えば違法人がユダヤ教に改心するときは神霊を受ける水の洗いを受けてそれで改心のプロセスが完了するんですあるいはユダヤ教の中で清めのために水に浸かる水の洗いを受けるっていうことが儀式としてあったわけですあるいはエッセネハというグループは 1> 1日に3回洗礼をしていたんですあるいはバプテスマのヨハネはヨルダン川で悔い改めをさせるバプテスマを授けていただからクリスチャンの洗礼以外にもユダヤ人たちが知っている水の洗いっていうのは複数あったんですそして彼らがキリストの名による洗礼を受けたとしたならばそれは 彼らにととってはユダヤ教との決裂を意味します。違法人が洗礼を受けてユダヤ教に改宗するのと同じようにキリストの名によって洗礼を受けたならば彼らはユダヤ教と決定的に決別をしたということなんです。なのにユダヤ教に戻っていこうということは何かというとユダヤ教のさまざまな洗いの 儀式の意味をあなた方は知っているし、そしてキリストの名による洗礼がユダヤ教との決別を意味することも知っている。なのに、どうしてまた元の儀式に戻っていくんですか？ということです。これが2の a です。次2の b なんですか？手を置く儀式だから、これは水の洗いと。それから手を置く儀式が。 2の A と2の B とペアになっているわけです。手をく儀式というのは僕らは安守と普通言います。旧約聖書では安守するというのは祝福を与える方法でしたでそれは新約聖書にも継承されています。例えばマタイ19の13マタイ十九の十三、あるいは使徒の働き8の17。 使徒8のここういいったところに出てまいりまりす。さらに「安守する」っていうのは旧約聖書ではこれはある職責や任務に就かせるための方法でもありました新約聖書でもこの例があります例えば長老や執事の任命は安守によって行ったという例があります「使徒の働き6の6」「徒6の6」 手もて第一手もて4の145の255の 25, 5の25祝福を与える方法それから任務に就かせる方法さらに旧約聖書ではこれは同一化の方法なんですね。一つになるという方法だから例えば祭司が生贄の動物の上に手を置くでしょう。そうすると人類とその生贄が同一化してて のの動物が人類の罪を背負っている,という形になるわけです。レビ記一の四、レビ1の4レビ1二十一、1六6二2 1こういったことがあるわけですね。で「手を置く儀式」っていうのはこれ信仰の勝負だからもうやめようよと言ってるわけですけれどもあのなぜこのことがここに出てくるのかおそらくねこれは明快じゃないんだけどおそらく。 彼らが戻っていこうとしているユダヤ教にはさまざまなセクトがあるの。で、クリスチャンになるときにキリストの名によって決定的にユダヤ教と決別したでしょう。それと似たような形でセクトに入る時セクトに戻るときにはそのセクトが行っている手を置く儀式を受け入れる必要がある。これはね、 例えば日本ではこういうのはあるかな、まあ、日本だと何だろう杯を交わすこれはまあちょっと普通の世界ではない世界で杯を交わすっていうようなことありますねそうやって受け入れるわけですね英語ではねイニシエーションっていう言葉があるんですこれは例えばあるサークルある秘密結社 ある団体に入るときには、イニシエーションという儀式を行うわけですね。まあ、日本語で言うと、入会式ですね。私は高校時代に1年間、アメリカに留学していたときに、ある男性ばっかりのなんかのサークルに入ったんですね。なんだかよく覚えてないんです、今。で、キャンプ場に行ってね、1日みんなで一緒に過ごしたんですが、僕は新人なんです。で、イニシエーションを受けました。 こここれはイニシシエーションだっって。なななんんでこんなことやったのかかわい。要するにいじわるするわけですね男ばっかりだからいじめてそれに耐えた人が仲間に認められるというニュアンスを持ってるわけですよで僕が受けた任務は何かというとそのキャンプ場にキャンピングカーとかテントとかいっぱいあるわけですよもういろんな人がキャンプに来てるからそこを回ってねそしてハンガーを10個集めてこいって言うんです すいません、藩が余ってるのありますか ?1 個くださいますかありがとうございます。それを10個見つけてきたらイニシエーションで中身に入るんだというこういう儀式なんですね。だからこの手を置く儀式っていうのはあるセクトに帰っていこうとした時に手を置いてもらって祈ってもらうことがイニシエーションになっているというふうに十分考えられると思いますね。これが2の B です。だから あの水の洗いも同じような意味があるかもしれないセクトに戻っていく行こうとするときにそのセクトの水の洗いを受けるとかあるいは手を置いてもらうとかこういったことは処方でしょうもう通過したいじゃないキリストにつくバプテスマを受けたら一度限りのことで完全にユダヤ教とは決別してるんだよねで、神様がくださる祝福以外の手を置く儀式は意味がないよ という話なんですね3番目いきましょう3番 A は何でしょう「死者の復活」ですね。旧約聖書でもね実は死者の復活というのはちゃんと教えられているんです。まあ、そんなに箇所は多くないけど例えば「ヨブ記19の25」「ヨブ19の25」「ザヤ二26の19」「ザヤ二26の19」「ダニエル12の2」「ダニエル12の2」 で旧約聖書で教えられていた死者の復活はキリストが復活されたことによって完全に保証されましたそのことを彼らは学んだわけですさらに「とこしえの裁き」これが 3B なんですこれは考えれば白い溝の裁き最後に行われる裁きですあるいは燃える火の池地獄の存在 ここういったことは学んだ。だ死後の世界に何が起こるかそれから常知への裁きが待ってるこういったことを学んだんだこれ信仰の ABC だって言うんです。僕らにとってはこれ信仰の ABC どころか卒業証書をもらえるようなあの最後の課題のように思えるんだけど違うんだよねこれ。 信仰の ABC だだっっって言ってて言るわけですねつまり言葉を変えるとこれらのものは御言葉のミルクなんです御言葉の父なんですつまり信仰の初期にこれは決着をつけておくべき項目なんですでこれは否定するんではない放棄するんではないこれは乗り越えるんですこれは後ろに置いてくるんですというのはこういったものが必要だった時期があったわけですキリストが現れるまでは しかし今やそれを乗り越えて次に行かなきゃいけないのにどうして元に戻ろうとしているのということを彼はアピールしているわけです。次3節に行きましょう。はいご一緒に。神がお許しになるなるらば私たちはそうすすべきですこの日本語ですけどこの意味はねもし神がお許しになるならって言ってんだけど 神様はクリスチャンが成熟を目指して進むことを喜ばれますかということは、神がお許しになるならばっていうのは言い換えれば、神は私たちが成熟を目指して進むことをお許しになっている、喜んでおられる。それは神の御心なんだよっていう。神の御心であれば、それを行うことは必ず祝福につながるんです。だから、 信者が信仰の ABC を後にして前進すれば霊的成熟は可能になるんですもし霊的成熟がないならばそれは誰の責任ですか神の責任じゃない信者の責任ですユダヤ人信者の多くがユダヤ教への回期を考えていたんですがそれは神の責任じゃない彼らの責任なんですでユダヤ教への回期は これは論理的には不可能であると同時に非常に危険なことなんでそのことを次に著者は論じるわけですそれで2番目の前進しないことの危険性というのが出てくるわけですねここはね回帰を考えているユダヤ人たちにそれは不可能だよさらにとっても危険なことだよということを教えようとしているわけですねでは ここから第2のポイント前進し,ねしないことの危険性ということに行きましょう4節から6節です皆さん大丈夫ですか疲れてないですか頭はクリアですかというのは今私たちは聖書の中で最も難解な箇所に突入しようとしていますですから目を覚ましてまあ寝てる方はいませんけども今日はしっかりと理解しようと する姿勢が必要でありますねでは4節から6節ご一緒に読みましょう。はい、一度光を受けて天からのたまものの味を知り精霊に預かるものとなり神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力と味わった上でしかも堕落してしまうならばそういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。 彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。はい。さあこの箇所をどのように解釈するかであなたがどの飛行機に乗るかが決まってきます。飛行機っていうのはイントロのとこで言ったあの話だよ。乱気流に巻き込まれる飛行機なのか安定して飛行する飛行機なのかその分かれ目がこの聖句の解釈です。 本当にいろんな解釈があるもんです全部言っても混乱するだけですから今日は代表的な解釈を5つ申し上げます。というのは僕は3以上に数を数えられるということを証明するために。<laughs> 5つ代表的なものを挙げますがただ当然分かるようにその5つの間にさまざまなバリエーションがありますからだからこれを12ぐらいに分類することも可能なんですがもうややこしすぎます5つで十分です1番目解釈1この聖句はクリスチャンも救いを失うことがあると教えているそう読めるじゃないそういうふうに。 クリスチャンも救いを失うことがある。これは、主々の解釈の中で、私は一番非聖書的な解釈だと思います。ありえないで。それは最後になぜそれが違うかということをもう一度確認しますけれども、一度救われた人が救いを失うことはありません。つまり、あなたが乗った飛行機は絶対に墜落しないということです。ただ、その 途中の旅がどれぐらい快適かは別の話だよ。なぜそう言えるかっていうと、救いは神の見業なんです。あなたが何かしたから救われたわけでもないんです。だからあなたが何かしないから救いを失うわけでもないんです。救いは神の見業でありますから、一度救われた人は救いを失うことはありません。 じゃあ安心だから何をしてもいいんだと思った方は一度やってごらんなさい神様があなたをどのように罰しどのように訓練されるかただ霊的救いは失うわけではないだからクリスチャンも救いを失うことがあるという解釈1これは違います解釈2 ここに書かれている人たちは最初から救われていなかった。だけど今日全体の文脈を確認したでしょこの手紙の受け取り手は誰ですかユダヤ人で彼らは救われていたの救われてないの救われていたんだよ。だからこの著者は彼らが救われている信者であることを前提に書いてある。これがヘブル書全体の文脈ですよ。しかも後で。 詳しく説明しますが、この人たちは様々な霊的体験をしているんですが、これは信者でしかない、信者でしかありえないような霊的体験をしています。ですから、彼らは最初から救われていなかったっていうのはありえない。3番目に、解釈さん、ここに書かれていることは家庭のことなんだ。 もしと言ってるんだでも実際に起こるわけではないこれは警告を与えるためにもしと言ってるんだもし堕落してしまうならばという意味であって警告なんだ本当に堕落するわけではないという教えです。このののの教えの最大の問題点ははギリシャ語の原文にはもしということはないんです。 さらにこれが仮定ならばそもそも警告を発する意味がないでしょう。こういうことは起こらないんだったら。ここまで3つの解釈。これ全部ダメです。1番目、クリスチャンも救いを失うことがある。違います。2番目、ここに書かれている人たちは最初から救われていなかった。違います。3番目、ここに書かれていることは仮定のことである。これも違う。4番目、今までの3つよりははるかに 良い解釈ですここに書かれていることは信者が報酬を失うという意味である信者が神から受けるべき報酬を失うその解釈はとてもいいですしかしここの言葉を読んでいるとその解釈は多少の真理を含んでいるけれどもそれだけじゃないもっともっと広い意味でこれは語っていますですから解釈4 ここに書かれていることは報酬を失うという意味である。その良さを認めつつも不十分だというふうに言わざるを得ません。そこでいよいよ解釈後に行くわけですが、この解釈後は著者の意図だと私が考えている解釈です。それを今から説明していきます。5番目が一番いい。まず確認しておきたいのは、 この手紙を受け取っている読者たちは救いを経験した信者たちです。そのことは皆さん同意しておきましょう。どうしうかっていうと、例えば一度光を受けて天からの賜物ものの味を知りとあります。これ信者以外の誰ですかさらに精霊に預かるものとなり、つまり精霊の内示を経験したということです。さらに神の素晴らしい御言葉と 後に上がって来る世の力とを味わったっていうんですね。こういったことが具体的に何を意味しているか、それを詳しく論じなくても言いたいことははっきり分かりますよ。信者でないとこういう霊的な体験はしてないということです。だから最初は救われてなかったとか家庭のことだとかそういう理屈は成り立たない。でその 一度救われたメシアニック獣たち第二世代のメシアニック獣たちには一つはねさっきちょっと触れましたがユダヤ教に戻ろうそして迫害が去っていくのを待って迫害がなくなったら再び救われたらいいよと考えている人がいたってこと。 もう一度言うよ。ユダヤ教に帰っていく。しかし迫害が去ったらまた元の信仰に戻って再び救われたらいいよというふうに考えている人がいるしかしそれは不可能なことだいいですか一回ユダヤ教に帰ってまたチャンスが来たら元に戻ろうっていうのは不可能なんだっていうことなんでここでね そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできませんってあるんだけどこれ「何々できない」っていうのは「It is impossible」という言い方あるね「It is impossible to do」「何々」ってそれは不可能なんだって言うんだけどギリシャ語の原文では「It is impossible」と「不可能だ」っていう言葉が文章の一番頭に出てくるの。日本語に訳すとひっくり返るからね後に出てくるから「 そういう人々をもう一度食い荒らために立ち返らせるのが不可能だっていうふうに読んじゃうんだけどそうじゃなくてギリシャ語の原文では全部が不可能なんだつまり一度救われて一時去ってまた帰っていくっていう全部のことが不可能なんだって言ってるわけですその理屈はよくわかるんですなぜそれが全部が不可能かっていうとそういう人々は自分で神の子をもう一度十字架にかけるんだつまりキリストが 再び地上に戻ってきて十字時間にかかるってことはありえないでしょう。だから、ユダヤ教に戻ってまた帰ってきてまた信じ直すっていうのはありえないんだ。それはキリストが再び地上に戻ってきて十字時間にかかることはありえないから。さらに、地辱を与える。それはキリストの贖がないの御業は不完全だった。だから2回目もう一度やり直すんだという理屈になる。 だから彼らが考えている一時去って再び信じ直せばいいっていうことはこれは神学的に論理的に不可能なんだよ。2つの選択肢があると思ってたんだけど実はその選択肢はありえないんです。つまりそれに代わるものとして何があるかというともう前進するしかないんです。もう一つの彼らが考えていた選択肢は何かというと。 ユダヤ教に回帰し、そこに留まるっていうことです。もう将来帰ってくることは考えない。これはあり得るんです。ということは、彼らのオプションというのは、彼らが思っているようなもんじゃないんです。実際のところは、前進し続けるか、あるいはユダヤ教に回帰してそのままでいるか、どっちかなんです。前進し続けたら祝福が来るんです。なぜかっ神の見心だから。 ユダヤ教に回,し回帰するっていうのももう一つの選択肢ですがそれは裁きを受ける選択肢ですもう一度言いますが霊的救いを失うことではないじゃあ裁きを受け取るっていうのはどういうことなのかそれは肉体的裁きですですですからクリスチャンが私たちも同じことですがあまりにも神に背を向けて神を知らない人 もう青くなるような罪を犯している生活をしている時に神は激しくその人を取り扱いますそして究極的にはその人の命を取り去りますでもその人は霊的にはは救いい取り去られていないでここでユダヤ教に回帰する人たちへの警告は何かというと神は肉体的裁きをもたらすことができる。で具体的なイメージとしては ユダヤ教に回帰した人は紀元70年の裁きを受ける。つまり期限70年にエルサレムが滅び神殿が崩壊し100万人以上のユダヤ人たちが死に全世界に離散していくその裁きが不信仰な人の上に下るんだということですじゃあ整理しておくと彼らは頭の中では2つの選択肢を考えていた1つは今は一時的に去って将来また戻ってくる この選択肢はあり得ないんです。その代わりに与えられている選択肢は前進するのみです。もう一つはユダヤ教に回帰してそのままでいる選択肢、この二つしかないんです。つまり信号に例える,例えると、青信号でどんどん行けという信仰と赤信号で行けないから戻れという、これしかないんです。しばらく待ってて青になったら渡ろうという選択肢はないということです。 そのことを説明するのに、この著者は自然界を通した教訓を語ります。7節から8節。このあたりはね、完全にヘブル的手法です。イエス様も例え話よくお語りになりました。それに似ていますね。はい、ご一緒に。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるならば、 神の祝福に預かりますしかしかし茨やアザミなどを生えさせるなら無用なものであってやがて呪いを受けついには焼かれてしまいます。はい、自然界を通した教訓雨が降ります。すべての土地の上に雨が降ります。ところがある土地には豊かな産物が生えるけれどもある土地には茨やアザミが生えます。どうしてかというと土地の管理の方法が違うからです。 雨は神の祝福の象徴です。ここでは。土地は信者のことです。雨はすべての土地に降るんですが、結果が異なります。耕す人がいる土地は作物を生じますが、そうでない土地は茨やアザミを生じます。信者もそれと同じです。成熟を目指して進む信者と霊的幼子の状態に とどまる信者がいるんです霊的成熟を目指す信者は良い土地です霊的幼子にとどまる信者は悪い土地ですでこの例えから2種類の信者の結末を見ることができます霊的な成熟を目指すものは神の祝福にあずかる地上生涯において神の祝福を受けるんだけどさらに 終末的にもっと具体的に言うと千年王国における祝福を豊かに受けるようになる霊的な幼子の状態にある信者は神の裁きを受けますこれは地上での神の訓練神の裁きですがその究極的なものが肉体的死ですが寿命が来る前に神が介入して肉体的死を与えるさらに キリストのの裁裁ききで行われるるを受けるここでね「ついには焼かれてしまいます」とあるでしょう。で信じても救いを失う可能性がある救いを失うんだと言いたがる人はこの言葉をとってこれは燃える火の池だと。だから地獄に行くんだ。だから救いは失われてるじゃないかというんですが違います。 そんなことを言ってないなここではねついには焼かれてしまいますっていうのは思い出してくださいキリストのミザのキリストの裁きのミ座では私たち一人一人が行った行為が藁とか木とかそういうものでできてれば焼き尽くされてしまうでしょうつまり評価されないというここではそういう意味では信者の報酬に関わることがここでは語られているっていうことです キリストのの裁きのこれは第一コリント3章10節から15節に出てきます。じゃあ少し整理するとオプションは2つしかない今ユダヤ教に帰って将来また信じようというのはありえないオプションは前進し続けるかあるいはユダヤ教に回帰するか前進し続けるならば神の祝福が豊かに下る。 終末的祝福も用意されているもしユダヤ教に回帰して霊的幼子状態にとどまるならば地上で神から訓練を受けるそしてキリストの裁きの御座で行われる裁きにおいては私たちが行ったと思うものが全部焼かれてしまう魂は救われているけどそれ以上のものはないということですね。 つまりこの著者はこんな複雑な言い方をしてるんだけど実際一言で言うと前に進めようっていうんです前に進むしかないだろうというもう単純な結論なんです実はね。さあそれでは最後5分ぐらいいただいてで信仰による救いを保証する成功を見てみましょう。 いくつか聖句を挙げておきます。第1番目、ヨハネによる福音書10章27から28ですね。ご一緒にお読みしましょう。はい、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、 また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんどなたの言葉ですかイエス・キリストの言葉ですイエス・キリストが私の羊は私の声を聞き分けますとおっしゃっています私の羊って誰のことですか信者って言うとなんかよそよそしいね <laughs> 誰のことですか私たちまだよそよそしいね 誰のことですか私のことでしょうもちろん私たちだけ私のことあなたのことですあなたはイエス・キリストの羊なんですそういう羊はキリストの声を聞き分けるんだよねだからクリスチャンとして霊的成熟をしていくとキリストの声を聞き分けることができるようになります私一度もキリストの声を聞いたことがない いうふうに思う必要はありませんあなたが何か決断しよう何か選び取ろうとする時に成長してくるとだんだん分かります。あこれは御心と違うと思った時にはとっても不安になります。方向性が見えなくなります。しかしこれはキリストの声に従っていると思う時には心の中に力があり喜びがあり充実感があります。それはあなたが御言葉を通して キリストの声をを聞きき分けけててているるから、らそれができているわけでわす。す。ままた私は彼らを知っていますイエス様が私のことを知っていてくださるんです皆さんは自分のことを一番知っているのは自分だと思っているでしょう結構知らないもんね自分のことってイエス様は私が私を知っている以上に私のことを知っておられるんです私の長所も 欠点も悩みも喜びも痛みも戦いも勝利も全てご存知ですそして彼らは私についてきます私はいつまでも主の家に住まいましょうそれが私たちの告白ですね私は彼らに永遠の命を与えます彼らは決して滅びることがなくかっこでも 不信仰になったら救いを失うかもしれません。カッコ閉じる。<laughs> イエス様の言葉以上に強烈な言葉ってあるんですかなんて書いてある彼らは私たちはあなたは決して滅びることがないんです。だからこの飛行機大丈夫墜落しない操縦士がイエス様だから。 また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。カルト的教えが恐怖心を与えて不信仰になったら信仰を失うかもしれない。滅びるかもしれない。ありえないんです。だって彼らはキリストの手から私たちを奪おうとしている。イエス様はそれはありませんとおっしゃった。ハレルヤ。もうこの言葉だけで一週間持つね。 次ヨハネ10の29、はい、私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。今度イエス様が保証しているだけではなくて天の父が保証していてくださるんです。で誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることは できませんつまり私たちはキリストの羊であると同時に父の見ての中にある子供たちなんですそれは父は全てに勝って偉大だからその関係を破壊する力はどこにもないっていうことですこの聖句で一月持ちますね <laughs> ローマローマ8の1はい。 こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。はい。もうイエスキリストにあるとはキリストを信じた人のこと。キリストを信じた人は罪に定められることはない僕らは義とされたんだ。だそのことと清見がどの程度進んでいるかとはまた別問題なんだけどキリストは私たちを無罪だと宣言してくださったんです。だからその宣言があるんだから救いを失うことはありえない。 ローマ8の33同じです、はい、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか神が義と認めてくださるのです。これも同じことですね。これはパウロが言ってるんですね。この聖句で1年持ちますね。<laughs> 最後これで終わりましょう。ローマ8の34から39まあなんとありがたい言葉でしょうかね。はいご一緒に大きな声で読みましょう。はい 罪に定めようとするのは誰ですか死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなししていてくださるのです。これちょっとね、こうです、と、これね、大祭司のことです。ヘブル書ではキリストが大祭司で、メルキゼゼクの位に等しいって出てロマ書ではここで出てくるんです。大祭司の働きが。はい。 私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか観難ですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、 圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も、命も、見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな秘蔵物も、私たちの主イエス、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。アメン。この聖句で一生を持ちますね。私たちは勝利者になる。 どういう勝利者になるの圧倒的な勝利者になるいろんなものがチャレンジしてくるんでも勝利者になる大体ボクシングの世界ではね、世界チャンピオン防衛戦14回15回って言うとすごいんですよ僕らは15回で危なくなるようなチャンピオンではありません無限大に勝利することはできるんですなぜかというと キリストににある神のの愛から私たちを引き離すももはは世界にはもうないんだって言うんですだから私たちの救いが保証されているっていうのはこれはもう多次元の世界の真理なんだ。地上世界の真理をはるかに超えた真理なんだ。だから非蔵世界のものは太刀打ちなんかできないんです。今5箇所成功取り上げましたがこういったところは明確に 一度救われたら救いが保証されているということを教えているんです。ヘブル書は数少ない難解な箇所です。難解な箇所は他の明確な箇所が教えている内容によって解釈する必要があります。今週一週間も神の愛は変わらない。安心してキリストに従っていこうじゃありませんか。お祈りします。 天の父なる神様キリストにあるとこしえないをいただいていることを心から感謝をいたしますどうぞ安心してクリスチャン生活を全うすることができますように導いてください振り返ること元に戻ることはありえない選択ですただただ霊的成熟を目指して 前進する決意を今日いたしましたどうぞ祝福してください主イエスキリストの皆によってお願いいたしますアーメンお一緒に祈りましょう